はい、どうも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 、鳥海浩介でございますよ。はい、鳥さんです。はい、ですね、なんと私 YouTube 始めてみましたね。いやー、時代の波っていうんですかね、湘南出身の私が泳げないので、波に乗れない私がですね、時代の波には乗っていたいと、やってみます、やってみたいと思います。皆さんと楽しい番組を作れればいいななんて思ってやってみたんですけども、さあ何やりましょうかというところでですね、まあいろいろ考えたんですよ。打ち合わせとかね、しつつ自分で打ち合わせね、まあ何がいいのか、まあやはりちょっと勉強もしたんですけど、まあまず僕が楽しいと思うようなことをやっていけたらいいななんて思いつつ、それを皆さんにも楽しんでいただけるのが一番いいんでしょうねというところでですね、まあ私これから好きなことをいろいろやっていきたいと思っているんですけども、まあそうですね、まあ皆さん何やると思います？まあ大体予想通りになるんじゃないかななんていうのも思いつつも、そうですね、まあお酒飲んだり美味しいものを食べたり、料理作るかとか、まああと私はね、こう見えて声優ですから、まあその声優のスキルというんですかね、なんか声優であるからこそできるようなものみたいなのもちょっとやっていきたいななんて思ってたりもします。あとはそうだな、例えばなんですけど、皆さんに送っていただくと、何かこういうのをやってほしいとか、こういうのをやったら面白いんじゃない、新しい鳥さんが見られるんじゃないみたいないうようなものがあったらですね、もう遠慮なくどんどん送っていただければですね、本当にできないものはやらないんですけど、検討させていただこうかなと思ってます。まあ先に言っときます、絶対やらないもの、バンジージャンプ、絶対これはやらないと思います。なぜなら怖いからです。ちょっと高いところが苦手なんですね。なのでバンジージャンプはちょっときついかなっていうのと、泳げって言われたら多分ちょっと泳げないんで、僕はクロールするとこういう風に進んでいくんですね。ここはプールがあるとしますね。普通こう進みますよね。僕こう進んでいきますからね。だからちょっとね、それは無理かななんて思いつつ、そうだな、何がいいかな。まあ会議しつつ進めていくとは思うので、なるべく皆さんに本当に楽しんでいただけるものにしたいななんて思ってるんですけども、そうですね、まず最初に今日これ発表したいものがございまして、番組のタイトル、まあ皆さんも知ってるかもしれないですけど、今から発表したいと思います。鳥さん学級、ドドンよっ、鳥さん学級でございますよね。ということはいろいろと皆さんも考えるのかな、ね、どうなんでしょうね。まあこれをもうこのタイトルをもとにですね、いろいろなことを届けていけたらいいななんて思っています。ということで私がですね、いろいろやっていくんですけども、まあ一緒にね、お手伝いしていただく方なんかもいたりしますので、まあたまに声とか入ってくる、スタッフの方とかもいるんですけども、先に紹介します。のんたんです。どうも、のんたんです。いや、まさか自分が喋、はい、ることになるとはね、デビューですよ。デビューしちゃいますね。はい、そう、のんたんと一緒にですね、番組進めていきたいなと思っていますので、のんたんの方もよろしくお願いします。よろしくお願いしますね、いやー、そうですね、何しましょうね。1回目のこの先、1回目、まあ今日はね、こうやって第0回みたいな扱いですけども、のんたん的になんか、はい、鳥さんになんかやらせてみたいな、こういった一面見たいなみたいなものってありますか？そうですね、僕的には、やっぱり鳥海さんの可愛い一面とかも、可愛い一面皆さんにお見せしたいなと思うんで、お茶目な、あ、可愛い、トリフラン、あ、可愛い、これね、アーツビジョン伝統芸ですからそうですね、皆さん、代々受け継がれてる、そうです、アーツビジョン伝統芸です。
ですからね。なるほど、かわいい。か46、7のおっさんがかわいい、ね、どういうのがかわいいんでしょうね。かわいい一面、ちょっとね、日常風景だったり、うんうん、日常、そんな中で見つけられたらいいなと思いますけど、ね、あでもあれだよね、よくやっちゃうのはさ、あの、うん、ソフトクリームとか私好きじゃない、あのよく食べてると必ずこことかにつくもんね。そうですね、ソフトクリームね、かわいい、本当あの瞬間はかわいい、うん、あれかあれか、あれね、なんかついちゃうんだよね、食べてるとソフトクリームここになんか、ね、うん、お花につきがち、つきがちだよね。あとこの辺とかもついちゃうしね、ちょっとご飯粒がついて、そう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 、ね、だらしないのかなそう、なるほどね、そういった素の素の部分、素の一面をね、せっかくなんで、なるほどなるほど、ああそういった面もそうか、あんまりね確かに皆さんにお見せする部分ではないかもしれないんで ね、 そうですね、まあね、この年になって可愛いっていうのが正解なのかは分かんないんですけどもまあなんでしょう、昔よりはそれこそもっと若い時とかはどっちかって言ったらほらかっこいいとか言われた方が嬉しかったじゃないですか、なんでしょうね、だんだんあの可愛いっていうものをすごい受け入れられるようになってきたと言いますか、うん、だからこの先ほらもっと本当におじいちゃんとかになっていったら、うん、いっそもうむしろ可愛いなんだろうなっていう ね、 ね、もう人生ももう私折り返してますから多分ね、もうこっからじゃ可愛いを極めていこうかなと、そんなテーマ予定になかったんだけどよし、じゃあ可愛いもちょっと、随所に随所にね、ちょっと可愛いを極めるような回も作りますかね、お願いします、ぜひ、お、よし、じゃあいろんなものに向かってやっていけますね、そうするとね、そうですね、いろんなことを、かわいい、かっこいい、かっこいい、あと人生のためになる、ためになる、ほう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 、見ている方の、うん、今後の人生の参考になるようなマジか、いろいろ勉強しないといけないなそうですね、まあ自分のためにもなっていいんだろうね、じゃあ皆さんと一緒にあのお勉強していくようなこともあると思いますし、まあ本当にその学級というからにはですね、なんか、まあ、楽しいのもいいんですけども、何か一つお利口さんになったりしたらいいんじゃないかな、まあそれだけじゃないですけどね、ただただ楽しいとか、もしかしたらただ何もしないで何分間かを過ごすこともあるかもしれないんですけども、まあそんなのもですね含めてですね、あの皆さんに楽しんでいただける番組を作っていけたらいいななんて思っていますよ。なのでね、ぜひこの先もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、もしお気に入り、なりましたらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。